ミニ,ニチュア瓶に詰められた各種の蒸留酒ドイツの店頭に陳列された各種の蒸留酒、リキュール蒸留酒原料に使われることもある大麦。ウィスキーの原料として知られ、ウォッカ、焼酎などの原料にもなり得る。蒸留酒とは、蒸造酒を蒸留して作った酒である。スピリッツとも呼ばれる。酒を製造方法で、蒸造酒、蒸留酒、混成酒に分類した時の一つ。 基本的にはアルコール度数が高いものの上流後に下水した場合でも蒸留種とされるのでアルコール度数を大きく落とすことも可能である。世界各地に地域に応じた様々な蒸留種が存在する。酵母によるアルコール発酵で作り出される醸造種のアルコール度数は16%から20%が限界であり、これ以上の濃度では酵母自身が死滅してしまう。 そのためこれ以上度数を上げるには、エタノールの濃縮が必要になるが、1気圧における、エタノールの沸点は、約摂氏78.325度、水の沸点は、約摂氏100度と差があるので、単純に加熱濃縮した場合は、エタノールの方が気化しやすく、逆に度数が下がってしまう。そこで蒸発したエタノールの方を集めて濃縮する、蒸留を行う必要がある。 醸造酒を蒸留機で加熱すると、沸点の低いエタノールが水よりも、盛んに気化してくる。この蒸気を集めて冷却することで液体に戻すと、元の醸造酒よりもエタノールが濃縮されているため、アルコール度数の高い酒になる。これが、蒸留酒であり、気化せずに残った液体は、蒸留残液と呼ばれる。蒸留を繰り返すことでさらに高いアルコール度数を得る、ことが可能である。 ただし、恐伏という現象により、上流ではアルコール度数96%までしか度数を上げられない。一般に連続式蒸留器を用いた上流では、単式蒸留器を用いた上流を何度も繰り返すことに相当する上流を行うことが多い。上流を進ませると、エタノール以外の成分の除去も進み、原料や発酵副産物に由来する風味は薄くなる。 癖を除くため、上流でアルコール濃度を高めた後に加水することもある。蒸留酒は貯蔵によって香りが変化する。上流直後は飲用に適さない香りであることも多く、通常は一定期間貯蔵し熟成させる。熟成には金属容器や陶器が用いられることもあるが、熟成に木製の樽を用いて木に由来する香りや色をつけることもある。 紀元前4世紀から紀元前3世紀にかけてのメソポタミアの北部で簡単な蒸留器が出土している。そして紀元前1300年頃のエジプトでは夏目足の蒸留酒が売られていた。中世の錬金術師によって蒸留酒の技術は確立され、その蒸留酒はアクアビテと呼ばれた。大枚に黒麹菌を繁殖させ、麹にした泡盛は、 日本最古の蒸留酒だと言われる。16世紀にはノストラダムスがペストの伝染を抑えるため酒と熱湯を消毒に使ったと言われ、18世紀にはモーツァルトがヨーロッパ中を巡業した際、酢と共にブランデーを携帯するなど強い酒は古くから飲用ではなく消毒にも用いられてきた。2020年新型コロナウイルスのパンデミックに伴い、 日本国内では消毒用アルコールの品不足が数ヶ月続き、薬局にはほとんど入荷されず、原価の数倍で、通販やオークションに出品する転売も横行した。いくつかの酒造メーカーは消毒剤不足の緩和に向け、消毒に適したエタノール濃度が60から83%のウォッカや焼酎を発売。ラベルには必ず、柿厳禁という注意書きが明記された。 厚生労働省及び国税庁による規制緩和などについては、消毒用アルコール新型コロナウイルス感染拡大時の対応に詳しい。ありがとうございます。